マイケル・ネルソン・トラウトは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、バインランド出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。愛称はキーッド。オールスター出場8回、MVP3 回、シルバースラッガー賞7回を獲得。200本塁な200盗塁を達成。MLB 現役最高の選手である。 セーバー・マトリックスの王で毎年高い値を残しており、5シーズンでリーグ1位を取っている。2019年には当時、北米スポーツ史上最高額となる12年総額4億2650万ドルで契約延長した。2020年現在は NFL のパトリック・マホームズに次ぐ北米スポーツ2位。ニュージャージー州、バインランドで生まれ、同州ミルビルで育った。 セルビア人、チェコ人、イギリス人、ドイツ人、アイルランド人の血が入っている。父親のジェフはミネソタツインズ参加でプレーした元マイナーリーガー。また、二人の兄弟がいる。幼少期は筋金入りのフィラデルフィアフィリーズファンで2008年のワールドシリーズ優勝パレードに参加した。ベイブルースリーグの最年少カテゴリーにあたるカルリープ県リーグで野球を始めた。 ミルビル高等学校ではバスケットボールも掛け持ちしていた。2年生時に投手としてノーヒットノーランを達成している。ここまでは遊撃手がメインポジションだったが、3年生時に外野手に転校した。高校時代の背番号である。一応高校側は永久欠番にしようとしていたが、2012年からはキャプテンに与えられることになった。 2009年の MLB ドラフト1巡目でロサンゼルス・エンゼルスから指名を受け入団。2010年は A 級シーダー・ラピッツ・カーネルズと A 級ランチョク・カモンがクエークスで合計131試合に出場し、打率341、10本類打、56盗塁を記録。フューチャーズ・ゲームのアメリカ代表に選出される。 2011年のシーズン開幕前、ESPN 選定の有望株ランキングトップ100と MLB 公式サイト選定の有望株ランキングトップ50の両方で1位に選ばれた。開幕時は AQ アーカンソートラベラーズで迎えた。デビュー当時のトラウトその後、7月8日のシアトルマリナーズ戦で19歳11ヶ月という若さでメジャーデビュー。 10代でのデビューは2007年のジャスティン・アップトン以来となった。AAQ アーカンソーでは91試合で打率。326.11本塁打だったが、メジャーでは40試合で打率。220.5本塁打と結果を残せなかった。初安打は7月9日のシアトル・マリナーズのマイケル・ピネダから内野安打。アア初本塁打は7月24日の。 ボルチモアオリオールズ戦でマークウォーレルから記録した。オフに、ベースボールアメリカが選定する、マイナーリーグ年間最優秀選手賞を受賞。メジャーリーグでの打数は130をわずかに下回り、翌年の新人王資格を残した。2012年は、トリプル A 級ソルトレイクビーズで開幕を迎えるが、ボビー・アブレイの自由契約に伴い、4月28日にメジャー昇格。 最初の2試合は、ヒットなしに終わるが、5月に打率、324.5本類が、16打点、8盗塁、6月に打率37、372.3本類が、16打点、14盗塁を記録し、2ヶ月連続で、月間新人 MVP を受賞。7月には打率、392.10本類が、23打点、 旧盗塁とさらに上の成績を残し、リーグ史上初となる月間 MVP と月間新人 MVP の同時受賞。7月10日のオールスターゲームにはアメリカンリーグ最年少で出場。初打席となる代打でヒットを放ち、この試合両チームで唯一となる盗塁も記録した。8月にも月間新人 MVP に選出されるが、月間打率は3割を下回った。 9月30日のテキサスレンジャーズ戦で、ダルビッシュ U から35本塁打を放ち、史上最年少、新人初の30本塁打、30盗塁を達成。10月1日のマリナーズ戦で4得点を記録し、ブラディミール・ゲレーロが持っていたシーズン得点数の9段記録を更新。10月3日のシーズン最終戦で盗塁を試みるも、失敗したが、これがもし成功すれば、 史上3人目となる30から50となっていた。首位打者は逃したが49投塁で投塁王を獲得。打率326.30本塁が83打点、オプス963と打撃でも大活躍した。11月12日に満票でアメリカンリーグの新人王に選出された。総合指標の王では1900年以降のアリーグでは 歴代13位、過去20年では、バリー・ボンズが2001年と2002年に記録した11.6についで3番目に高い10.7を記録。この数値は三冠王のミゲル・カブレラを大きく上回っており、トラウトを MVP に押す声も多かった。MVP の投票では1位票が6票、2位票が21票、3位票が1票に止まり、1位票を22票。 2秒を6秒獲得したカブレラに及ばず時点に終わった。セーバーメトリクスでの決出度よりも三冠王のインパクトとプレーオフ進出の有無が影響したという見方が強い。6月27日のボルチモアオリオールズ戦の1回裏でホームランキャッチをするトラウト2013年5月21日のマリナーズ戦でサイクルアンダを達成。 21歳9ヶ月16日での達成は、リーグ史上最年少記録で、チームでは2006年のショーン・ヒギンズ以来7度目の、快挙。最終打席に、本塁打を放っての達成だった。この年は2年連続、30本塁打、30盗塁は逃したが、打率。323.27本塁打、97打点、33盗塁、オプス、988。 オフに2年連続のシルバースラッガー賞を受賞した。2014年7月31日2014年2月26日にエンゼルスと100万ドルの1年契約に合意した。3月28日にエンゼルスと総額1億4450万ドルの6年契約に合意した。6月は打率361、7本類打、21打点。 5投類、オプス1.230などの活躍により、自身2回目の月間 MVP を受賞した。7月15日のオールスターゲームでは3打数に安打2打点の活躍で MVP を受賞した。8月27日のフロリダ・マーリンズ戦では、2年ぶり、自身2度目となるシーズン30本類打に到達。最終的に本類打は36本で、リーグ3位タイ。 打点は111で打点王となったが打率は287、184三振と悪化した。自身初のポストシーズンではカンザスシティロイヤルズとのディビジョンシリーズで打率083と打撃不振に陥りエンゼルスが3連敗で敗退した一員となった。2012年から引き続いて3年連続のシルバースラッガー賞、そして自身初のアリーグ MVP。 ハンク・アーロン賞を受賞した。MVP 投票では、全米野球記者協会会員30人の1位票を独占して選ばれたもので、また、史上5番目の若さでの受賞となった。2015年4月17日のヒューストン・アストロズ戦で、ロベルト・ヘルナンデスから通算100本塁打を記録し、史上最年少となる23歳253日で、100本塁打、100盗塁を達成した。 前半戦を打率、312、26本塁打、55打点、オプス1.019という高成績により7月14日に行われたオールスターゲームに4年連続で出場し、ナリーグの先発のザックグリーンキーから先頭打者本塁打を放ち、3打数1安打で2年連続の MVP を獲得し、後半戦は8月の月間成績が打率。 218、1本塁打、7打点とゼフ不調の時期が影響して前半戦に、比べやや打撃成績が落ちたが、9月17日の対、ミネソタツインズ戦にて3打数に安打だ2本塁打5、打点の結果を残し、この日の2本塁打で、シーズン38号として、前年の自己記録を更新。そして同月九月十二日の、対ヒューストンアストロズ戦で、本塁打を記録したが、 これはトラウトにとって2015年シーズン40本目のアーチであり、自身初のシーズン40本類代上となった。チームは最終戦のテキサスレンジャーズ戦で敗戦し、自身2度目のポストシーズン進出は叶わなかった。シーズン成績は打率299と3割を超えることができなかったが、出塁率は402とリーグ2位の高出塁率を記録して、 本類がも41本と数を昨年よりも増やした。打点に関しては、経遠数14というリーグ3位体の数字のほか、勝負されない場面が多かったため90打点にとどまった。実際に、トラウトがチャンスに弱かったために打点が伸びなかったわけではないということは、得点圏で、352オプス1.201と非常によく打ち、 30四球に対して26三振に止めていることからも裏付けられる。2016年も前半戦から安定した成績でリーグ4位の打率322、18本塁打を記録しファン投票で5年連続のオールスターに選出された。最終的なシーズン成績は 29本塁打と3年連続となる30本塁打を逃したが、4年ぶりとなるリーグ2位の30盗塁と2014年以来の100打点を記録。その他にも、得点、支給、出塁率の3部門でリーグ1位に輝いた。この年エンゼルスは、地区4位に低迷したが、自身はムーキー・ベッツラを抑え、2014年以来2度目となるシーズン MVP の栄冠を手にした。 2017年8月20日、2017年5月10日、開幕から好調だったが、5月28日のマイアミマーリンズ戦で二頭を試みた際に、ヘッドスライディングをして、左手親指をベースに打ち付け負傷。左手親指の人体断裂と診断され、地震初の故障者リスト入りとなった。約6週間後の7月14日に復帰した。8月7日のオリオールズ戦で、 ディラン・バンディから通算戦アンダを達成した。9月29日のマリナーズ戦で通算205本塁打を記録し、同日中に通算201号本塁打も記録した。9月は月間打率が237に止まるなど不調だったが、それ以外の月は好調を維持した。シーズン全体では故障の影響で114試合の出場に止まったが、 規定打席をわずかに上回り、リーグ6位の打率。306、33本塁打、72打点、22、盗塁を記録。自身初めて出塁率、超打率の両方で、リーグ1位となった。2018年5月26日の、ニューヨークヤンキース戦で自身初の1試合5安打を、記録するなど前半戦から好調で、オールスターゲームで、ファン投票の外野手、 部門2となり7年連続7度目の選出となった。8月に入り右手首の故障で DL 入りした影響もあって出場試合数を減らしたが、9月には打率。3298本類打16打点の活躍で自身5度目となるアリーグプレイヤーをオブザマウスに選ばれた。最終的には140試合に出場し打率。 31239本類打79打点24盗塁オプス1.088であった。敬遠25個を含む支給122個を記録し、敬遠と支給がリーグ1位。出塁率とオプスもリーグ1位であった。この年の MVP 投票では2位に入り、自身7度目となる MVP 投票トップ5入りを果たして、ミゲルカブレラと並んで現役最多となった。 2019年は、開幕前の3月20日に保有していた2020年までの2年、総額6650万ドルの契約20年、総額3億6000万ドルを上乗せする形で、北米スポーツ史上最高額となる12年総額4億2650万ドルで契約延長した。また、オプションとして、表彰による出来高、全球団へのトレード拒否権が含まれている一方で、 オプトアウトは含まれておらず、事実上の生涯契約となった。同年は3月の4試合で、オプス971を記録すると、その後は毎月1.0を超える安定感。夏場にも勢いは衰えず、7月には13本類打、29打点、オプス1.214を記録した。夏場から加速した本塁打数は2015年に記録した41本を超えて、 キャリアハイの45本に到達し、110個の子宮を選んだ選球眼と共に驚異的な武器となった。8月31日のレッドソックス戦で今季11個目の投類で通算200投類に到達し、283本放っている本類だと合わせて200本アン &200 投類を達成した。28歳24日での達成は、 アレックス・ロドリゲスの29歳31日を大幅に更新し、史上最年少での記録達成となった。また、投類性効率は84.7%で200、投類以上の選手では歴代3位となった。しかし、9月9日に右足に神経種であるモートン病を発症し、痺れや頭痛、灼熱痛などを生じる同病を除去するための冷凍。 アブレーション治療を受けたが、同月15日には、同部を手術することを発表し、シーズンを終了することになった。134試合に出場し、打率、291、キャリアサイトとなる45本類が、104打点、11、盗塁、出塁率、438、超打率、645の成績を残した。 二年連続七度目のシルバー・アスラガー賞、二度目のハンク・アーロン賞を受賞。11月14日には自身三度目となるアリーグ MVP を受賞した。三度の MVP は同級団のアルバート・プホルスに並んで現役最多となった。2020年9月5日、タイヒューストーン・アストロズ戦でブランドン・ビーラックから放った本塁打で、 球団史上5人目の通算300本塁打を達成。この本塁打で、ティム・サーモンが持っていたエンゼルスの球団記録299本も塗り替えられることになった。シーズン MVP3 回、同投票2位に4度選出されている、現役最高の選手。MLB 最後の4割打者であるテッド・ウィリアムズ、史上最高のスイッチヒッターと呼び声高い、ミッキー・マントルと比べられる逸材。 ベースボールアメリカ史実施の監督アンケートでは、最も足の速い選手、最もベースランニングのいい選手の走塁に関する2部門で、アリーグ1位に輝いた。アームレーティングに関して、当初からマイナスを記録し、スカウトから、肩はフリンジアベレージと評されるなど肩があまり強くないが、守備範囲などの指標もカバーする障害、ザーはポジティブであり、リーグ平均を上回っている。 日本時間2019年7月24日、ドジャース戦にてセンターからホームへ時速158キロメートルの送球をする。高校時代から交際していたジェシカ・コックスへ2016年7月にプロポーズし、2017年12月9日に結婚した。2019年6月、アメリカの経済誌ホーブスは2019年版の 世界のスポーツ選手の年収ランキングを発表した。トラウトの年収は5060万ドルであり、17位にランクインした。野球選手では首位となった。ありがとうございます。